はい、皆さんこんにちは、渡辺美です。今回からプレイしていくのがですね、プロ野球スピリッツ2015ですね、スタープレイヤーモード、2014の時もやったモードなんですけども、こちらの方をやっていきたいと思います。早速始めていきましょう。スタープレイヤーモードではゲーム開始時に限り選手データモードで設定済みのチーム編成を反映させることもできますよと言っていますね。まあ、ここの辺は特に変更させる必要もないと思いますので、そのままでいきたいと思います。で、今回はですね、2人でやっていきたいと思います。1つはいつも通り新しく選手を作成する、そしてもう1つがですね、チームから選んで始めるということで、今回はチームから選んで始めるっていうのをまず始めていきたいと思います。選手はですね、私はアンチ巨人だというのを、このパワちゃんをね、見ていただいている方、ご存知の方いるかもしれないんですけども、あえてその、巨人の中でですね、この選手兼任コーチ高橋由伸だけは結構好きなんですね。なんで高橋由伸でやっていきたいと思います。代打とかでの起用がね、多いかもしれないんですけども、まあ、高橋由伸、巨人で、まあ、唯一と言っていい好きなキャラな、キャラというかね、選手なんで、しっかりとやっていきたいと思います。まずはオーナー室ですかね、よく来てくれたと。編成をやっている亀田さん。高橋由伸1億5000万です。球団アシスタント山口長とか、これは何て読むんでしょうね。で、桜日向でいいのかな、これは。これはどこ の球団でもこの山口さんとこの桜さんなんですかね。ステオプレイヤーモードの基本進行説明はありません。もう大体同じですからね。野球関係以外の個人パラメーターの説明を見ます。これを見ましょう。ちょっとわからないですか。人気ファンはファンが増えると上がっていきますよと。なるほどね。で、疲労が、まあ疲労はそのままですか。能力などへの影響もありますか。で、資金、年俸、収入、アイテムで、体力を回復っていうこともできるんだな。で、監督の評価、まあこれはそのままですかね。監督の評価ですと。他気になるところで言うと、野球センスが必要になるな。なるほどね。まあ才能ですか、簡単に言うと。プライドっていうのがあるな。ちょっとこれ見てみますか。練習効率が下がるんだ、プライドが高いと。で、グリード。データの小さい順、何のことだろう。あー、なるほど。その人の何て言うんだ、適性っていうか才能っていうか、何て言うんでしょう、性格というか、まあそういったところですか。はい、この辺りでいいですかね。説明を終了していきたいと思います。まずはオフシーズンですね。オープン戦開始ということで、まあ練習していきますか。高橋由伸の人気が星1つっていうのがちょっと納得できないですけどね。特にありません。そうですか、残念です。まあどうしようかな。まずはトスバッティングぐらいで軽くやりますか。成長ポイントの使用方法はミッションのクリアの後とかに成長ポイントを使用して、プライベートからアップできるということですね。お、原監督だ。結構リアルですね。まあいい感じです。何なんだこのまあいい、とりあえずっていうのはあまり期待されてないのかな。オープン戦3試合の合計で6安打か。3打点以上、3打点、
オープン6アンダーの方が可能性まだあるのかな。高橋由伸は5番だ。3試合で6安打か3打点、まあ、チャンスがあれば3打点の方がいいんでしょうけど、チャンスがなければね、6安打を目指す以外になりませんからね。いや、高橋由伸兼任コーチが2軍スタートってちょっと笑えないからな。さあ、オープン戦はライオンズとの一戦ですね。まず2回の表、ノーアウトランナーなしで1回目回ってきました。昨年は2割8分6分ホームラン6本しか打てなかったんだな。岸かちょっと打ちづらいよな。どうだこれは、入ったんじゃない。あー、ちょっと伸びないか。まあ、ただまずはツーベースですね。1本、6分の1達成です。まず6本打つっていうのがね、史上命題ですからね。その6本打つための1本打ちました。さあ続いてですね、3回の表、ツーアウトランナー1塁1点ビハインドの場面ですね。高橋由伸はね、初球からストライク打っていくバッターですからね、僕のスタイルにすごく合ってる感じはしますが、これは打ち上げたな。センターフライ。平凡なところでセンターフライです。で、回は進んでですね、6回の表、ノーアウトランナーなしです。4点ビハインド。西武の岸をなかなか打てないでいるんですね。ただピッチャーが宮田に変わってますね。ちょっと宮田のデータは頭に飲んで見たいと思う。宮田はと、スライダーか、ストレート、スライダー、スライダーかな、このピッチャーは。宮田はスライダーですね、持ち球。入ったー、これは入ったでしょ。本番ストレートですね。初球の高めのストレートから打ち込みました。1点返して5対2です。おお、かっこいいな、やっぱ高橋由伸は。まあ、イケメンですよね、普通に考えて。お、そしてここでもし一発出れば、3打点の方のノルマをクリアできちゃうかもしれない。高橋由伸って左打者からの方が打率いいんだ。まあ、そもそも打席数が少ないっていうのはありますけどね。まずは内角にストレート、ワンボールです。このストライク、ボールのカウントもね、何年か前からボールを始めにカウントするように変わりましたよね。ちょっとまだ慣れないんですけど。おお、これはスライダー、真ん中低め、ワンボールワンストライク、ノーアウトランナー三塁一塁。ストレート、内角に外れてツーボールワンストライク。次あたり決め球のスライダー来るんじゃないですかね、ストライク取りに。くわー、ストレート、遅めのストレートだな、タイミング合わなかった。これはちょっと早かったですね、タイミングが。ストレートです。おお、これはいいところに行ったけど、二塁ランナーは帰ってこれないな、さすがに。ただ今日ヒット3本目ですね。猛打賞。悔やまれるのは3球目か4球目に来て、ど真ん中の遅めの
ボールですね。あれがタイミングが合わなくて空振りしてしまったのがもったいなかった。さあピッチャーがライオンズ変わってます。増田、ちょっと増田も全く頭にないピッチャーなんで、ちょっとねデータは確認させてください。捕手データですね。増田は、ストレート152キロか、あとスライダーに、ドロップカーブに縦のスライダー、この辺りが持ち球ですか。あとカットも持ってますね。速球中心か、決め球はストレート方向、まあ、ストレート1本で待ちましょう。これは入ったべと思ったけどな、かなりねジャストミートした感じあったんですけど、差し込まれてたのか球の球威が良かったのか、平凡なライトフライですね。試合の方は5対5で終わっています。ヒット3本打ってるんで、あと、2試合で3本ですか。で打点の方も、2本ありますので、もう1本ね打点、もう1点か打点あげればいいかな。で原監督からはなかなかいいねと言ってくれています。なんで監督評価が1下がったのか意味がわからない。なぜ。疲労は19、まだ大丈夫なのかな。軽く練習しましょう。宇都宮と練習しようかな。打ち込みしますか。宇都宮も打ち込みやるんだ。まあ多少はやるんでしょうけどね。こういうのの説明ちょっと見ておきましょうかね。自分との関わりの深さまんまですけど、深めていくと相手の能力を獲得できることがあると。あ、そうなんだ。あー、なるほどね。ホームチェックを重点的にとか、なんかプロっぽいですよね。ちなみにこのプロスピでの、スタメンメンバー巨人ですね、やっぱり阿部が4番ですね。原監督もね2015年一塁にコンバートした阿部を4番でいくと公言してますけど、プロ野球スピリッツもその予想というかね、公言に対してきっちりと予測というか、そのスターティングラインナップを合わせてます。さあオープン戦第2戦はジャイアンツ対、イーグルス戦ということで東京ドームです。阿部は指名打者で入ってるんですね今回は。まあ、あの相手がねパリーグだっていうこともありますけど、ホームですけどね。そうは言っても巨人、あ、森本ですね。まあ、今やねイーグルスのエースですからね。ストレート154キロ、スライダー、フォーク、カーブにシュート、ストレートフォーク、このあたりはかなりキレがありそうですね。あとチェンジオブペースにスライダー、縦のスライダーにスラーブ。なるほど、奪三振持ってんだな。速球中心ということですが、ストレート追い込まれるまではストレート1本で待ちましょう。早い、さっきまでの宮田とかとは全然違う。ストレートがやっぱ早い、エース級だな。スライダーか、ストレートに見えるスライダーだなこれ。ちょっと心配が、これはチャンスで凡退。森本のこれは多分カーブかなんかだと思うんですけどね。芯では捉えたと思うんですけど、セカンドの正面ということでした。さあ試合の方はですね、楽天に3点ビハインドですね。で4回の裏ノーアウトランナーなしです。ここは1本、あ、ピッチャーが青山に変わってますね。これは縦のスライダーですね。
このコーチ助言っていうのがないのは自分が兼任監督、兼任コーチだからですかね。ちょっとこれは別の選手でプレーした時とかに見ていきたいと思います。青山、縦のスライダーか。シュート、カーブに、高速スライダーとストレート、チェンジオフペース、チェンジオフペース結構持ってるんですね。あとカットとフォークボールですね。速球中心、決め球はフォークっていうことなんで、追い込まれるまではストレート、追い込まれたらフォーク待ちましょう。シュートか。追い込まれてしまったんでフォークも頭に入れつつストレート、これはフォークですね。低めに外れてワンボールツーストライクです。これはよし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 、ちょっと二塁まではいけなかったですね。さあ高橋由伸、6回の裏、3回目の打席ですね。ノーアウトランナーなしです。ピッチャーは西宮、合ってますか読み方。ストレートスライダー SFF にカーブか。なるほど、速球中心で決め球もストレート方向ということなんで、もうストレート1本ですね。ホームラン狙っていきます。どうだ、フェンス直撃、これはツーベースですか。もう一伸びやればね入ったかなっていうところですけど、ちなみに指名打者で阿部が入っている時の一塁はアンダーソンが入ってますね、守備には。でピッチャーが相原に変わってます。ストレートスライダーチェンジアップにカーブにスクリュー、高速スクリューなんてあるんだ。にカットボールですね。技巧派かなこれは、もしかして。そうですね、相原変化球中心のピッチャーです。5点ビハインド、ちょっとジャイアンツ打線が湿ってますか。これはまずは1球目ワンボール、ストレート134キロ、外角低め。カーブちょっとタイミング合わなかったですね。104キロのカーブ、真ん中、やや高めですか。空振りで、ワンボールワンストライク。3球目、おー入ってるね。外角のいいところに135キロのストレート、追い込まれて、ワンボールツーストライクです。これは外れるかな、チェンジアップ、ツーボールツーストライク。さあバッティングカウントになりました。どう、これは、あ、落下点に入りましたね。多分スライダーだと思うんですけどね。はい、試合の方終わりました。8対2、ヒット8本打ってるんですけどね、得点は2点止まりということで、ちょっとちぐはぐな感じの攻めになったんでしょうか。阿部1号打ってますね。4打席でヒット2本、2試合通算でヒットは5本か、あと1本だな。監督評価が1下がる意味がわからん、どういうことこれ。さあ第3試合目、これノーヒットってわけにはいきませんからね。どうしようかな、回復ストレッチとかってあれば。回復ストレッチ、なんか偉そうとか絶対言えないですね原監督。ちゃんと見ててねぐらいしかないですよね。アピール不足だと
グリードが下がった、プライドが2下がった。プライドが下がるのはいいのかどうか微妙ですけどね。まあ、さっきの説明見る限り一長一短でしたけどね。さあ、ヒットもう1本か打点1個、稼げばの、開幕1軍の、ね、条件である、ヒット6本か打点3、オープン戦3試合でのヒット6本か打点3の、ね、条件をクリアできますので、監督坂本ちょっと一郎に似てるな。ハギ、さあ高橋由伸だよ。今日のピッチャー、ジャイアンツの先発は大竹ですね。お、早速ノーアウトランナー二塁で、2点先制してさらに追加点を狙えるという場面で高橋由伸回ってきました。まずは投手のデータ見させてください。涌井か、涌井調子悪いですよね最近ね。全体的にバランスがいいんですけど、これぞっていうところがなくなっちゃったのかな、この能力見る限りね。さあ涌井どう、切れる、あー切れたな、当たりは良かったんですけどね。うわー、これはサークルチェンジにタイミングが合いませんでした。早速追い込まれてしまったけど、これは低めに外れてワンボールツーストライクです。入ったー、これスリーランでしょ、でかい、これは飛んだよ、136メートル、完璧な当たりでしたね、ストレートです。これ枠い開幕一軍大丈夫か、いやーこれ気持ちいい一発だったな、すーげー、めちゃくちゃいい当たりしましたね。あー残念なことに、これすごい残念ですね。1回の裏もう一打順回ってきました、5番打者なんですけどね、歴史的大敗ですよこれ、オープン戦にしてはマリーンズ、木村ですね、ピッチャー変わってます。まあ当然ですよね、あんだけ打たれたらしょうがないですよね。持ち球はストレート、スライダ ー、スクリューにチェンジアップというところですか。木村優太、これはこれも当たり良かったですけどね。うわー、これ2打席連続同じようなところに行った、これ同じとこ行ったんじゃない、これ観客変わってるかどうかちょっと見事だな。140メートルだ、これは1回で12点か、すごいな、これマリーンズファン帰っちゃいますよ、ね、木村同じようなとこだけど、選手、あーさっきよりも若干左だな、さっき言った男2人女1人のところと同じところですね。まあちょっと左でしたけど、さあピッチャーカルロスに変わってますね。データ見ていきましょう。カルロス、ストレート、スライダー、フォーク、結構ストレート球威も高そうですね。 152B でチェンジアップと、まあ速球中心のピッチャーでしょう。さあファーストストライクから狙っていきます。ちょっとタイミング早かったかな、これは外れて、ワンボールワンストライク、外角低めストレート150キロ、
これもちょっと早かったかな。多分ストレートだと思います。ワンボールツーストライク追い込まれて、打ち上げたな。ただおお、よかった、落ちるところが良かったですね。で帰ってくるか、帰ってきた、よし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 、15点目ですね。17対0か、すごい大差になっちゃったな。今日すでに猛打賞2連発さあピッチャー松永に変わってますね。マリーンズの松永で、スライダーが持ち球の中では一番キレ良さそうですね。あと制球もお高そう。あとツーシームか、ツーシーム主体で組み立ててくるんですかね。これはちょっとあれだな、一瞬溜める系だな。なんかちょっと前に投球でね、投球中に1回止まんなきゃいけないっていうのがありましたけど、止まりすぎてももちろんダメですからね。おお、クルーズ、ナイスプレイ。さあ第5打席早くも回ってきました。7回の裏です。ツーアウトランナー1塁、ピッチャーは引き続き松永です。これは低めに外れてますね、ストレート138キロ、低めに外れてワンボール。さあ高橋の勝負、ファーストストライク狙っていきます。これ3本目だな今日ということで、129キロ宇宙間飛んでいきましたね。ツーランホームラビット君、いやー高橋由伸これ開幕4番もあるんじゃないのっていうぐらいね。で高橋はねもう下がってますね、19対0完勝というところです。オープン戦最後で、大爆発ですね打線が。あ、やっぱプロ野球スピリッツ気持ちいいですね。この仕事の疲れを吹き飛ばしてくれるぐらい気持ちいいホームラン。高橋の勝負、1、2、3と3発ぶち込みました。開幕一軍のスタート当たり前だろ、高橋の勝負が開幕一軍じゃないなんてありえないだろ。はい、というわけで今回はですね、オープン戦3試合をお届けしました高橋由伸、兼任コーチということで今シーズンプレーしていくわけですけども、アンチ巨人の中にあって、きっと今一番好きな選手、その巨人の高橋由伸というところありますので、しっかりとね応援していきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします。